皆さんこんにちは、サレジンです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。心から感謝しております。では本日はちょっとおしゃべりしていこうかなと思い、カメラを回しております。よかったら最後まで見てください。それではスタート。本日の動画は隠れ工房グリーンオーシャンで注文をしたので、こちらの購入品紹介をしていこうと思います。やっとピンバイス来ました。もう本当はAmazonとかで教えていただいたところから買おうと思ったんですけれども、ちょうどグリーンオーシャンさんでも買い物をしたかったので、そこでちょうど見つけたもので、はい、一緒にピンバイスもそこで購入してみました。使い方がちょっとわからないので後でやってみます。あとはタカラネイルさんでですね、こういったシールも買ったりですとか、あとはレジン液がいいですよとお聞きしたのでレジン液も購入しました。でちょっとご紹介していこうと思います。もう声を出すのをやめようと思ったのですが、思いのほか声も出しても大丈夫かなって思って、本当は下の中1の子ですねがいるので、ちょっと母親の声がちょっとなんかひょんなきっかけで、もしかしてお母さん YouTube やってんのとかっていうのでね、いじめられたりしたら嫌だななんて思ってたんですが、まあね、そこまでね、私登録者もたくさんいないので、まあ大丈夫だろうと家族と話し合いをしまして、はい、今日はちょっと喋ってみようかなと。まあ気分によって毎回喋るのではなくて、それもちょっと私はしんどいので、しんどくなることもあるので、はい、ちょっといろんなスタイルでやっていこうかなって思っております。お付き合いくださると嬉しいです。はい、それではご紹介していきます。グリーンオーシャンでお買い物をしたものからですね。はい、まず一番最初にこれをポチりましたポチりました。はい、カラリーのこれまではクリアカラーですね。書かれなくなって後ろに、あ、そうそうそう、なんか書いてあった気がしたんですけど、これには書いていない。クリアカラーを16色セットですね。 1,2,3,4,5,6,7,8 はい、購入しました。こちら皆さんお持ちですかね。紹介しておこうかなって思います。ちょっと1本色味だけ見てみましょうかね。ちょっと夏ということで濃そうですね。クリアカラーとはいえすごく濃そうです。わー、これめっちゃ綺麗な色。あー、これとこれめちゃめちゃ綺麗。ごめんなさいね、ガサガサうるさくてすごい綺麗な色。おペリドットとエベラルド、おお、好きな色ですね。え、絶対濃いよねこれ。わー、でもすごい透けてる。失礼します。ちょっとこれ大変なことになる。ちょっと開けてみますね。よいしょ、ほい、そうですな。何に出そうか、何に出しましょうかね。ちょっとこのペリドットからちょっと出してみますね。うわ、どうなんだろう。これがペリドット、普通の緑ではエメラルド、もうなんか滲んじゃってる。怖い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 、また怖い発動すごい変わった。うわ、これはすごい濃いな。ちょっ
と色味も見ちゃおうかな。よいしょ、ドットペリドット。ちょっと明鏡止水で、ほんと明鏡止水使いやすいんでね、おすすめです。ちょっとのレジって混ぜて、おう、ジュアペリドット、なんかグリーンですね。綺麗な色、あら、あら素敵あら、エメラルドすごく素敵ですね。よいしょ、手がこんな感じで色味わかりますかね。よいしょ、違う、はい、こっちがペリドットで、こっちペリドットね、でこっちがエメラルドです、うん、なんか混ぜて使ったら絶対可愛いと思います。混ぜちゃおうかな、混ぜてみよう。ペリドットを少し多く混ぜると綺麗かも。おー、大綺麗。ちょっとペリドット混ぜてみる。ちょっと、もうちょっと。着色剤って難しいですよね、この塩梅が。おお、好きな色ですね。深みのある緑になりました。わあ。ペリドットとエメラルドを混ぜて使うのもおすすめです。すごく濃いので、ほんのちょっとずつ混ぜて使われるとよろしいかと思います。じゃあこれ全部混ぜてみます。すごく濃い色になっちゃう。わあ、すごいフォレストって感じですね、はい、めちゃめちゃ、あ、これも素敵な大人グリーンですね。なんかちょっと前こんな色、こういう色流行ってましたね、グリーン系のカラー。はーい、ではペリドットとエメラルドのご紹介でした。はい、これはクリアカラーですね。なんか予約販売で届くのに結構時間かかったのかな。5月の10日ぐらいに注文して、昨日かな、届きました。届いてました。続きましては、またまたこちらカラーですね。みたらし団子とかターコイズマスタード、モルタルモルタル、モルタルって今使います？なんか昭和ってよくモルタルって使って、昭和の時代ね。シャーク、アボカド、シナモン、なんか名前が可愛いです。こちらは後々何か、あの、着色剤のご紹介で動画作ろうと思います。はい、ではですね、次、じゃん、カニさんなんかこのカニの形が可愛くって買ってしまいました。で、なんか大きさもちょうど良さそうなんですよね。大きくもなく小さくもなく、ちょっとカニさんも赤でなく、まあ、赤でも作ろうかな、なんかカニさん作ろうかなって思います。可愛くないですか？ちゃんとあのフィルムも1枚ついているので、これ多分2つか3つ取れると思いますね。あ、もっと取れるか、 1,2,3,5個ぐらい多分このフィルム取れると思います。はーい、じゃあ、あ、こちらも、はい、シャカシャカモールドですね。でもなんかちょっと変わってるなと思って、こういったタイプちょっとあんまり、こういう感じのしか今まで作ったことがなかったので、これスイーツ系もちょっと扱ってみました、購入してみました。
っとうまくできるかな。ちょっとこういうのも可愛らしいのもね、これからやっていけたらなって思ってます。あとはこちらのリンゴちゃん、なんか思ったよりすごい小さくて可愛いなと思いました。こちらのカニさんよりかなり小さいですよね。はい、リンゴちゃん、あ、そうだそうだ、なんか今ダイソーさんからもこういうモールドが、なんだ、シャカシャカモールド、なんでしたっけ、なんかそういう、こうシャカシャカできるようなシェイカーモールドみたいなのが出たっていう風に視聴者さんが教えてくださったので、近々ダイソーに、また大きなダイソーですね、あそこに行かないと多分売ってないので、大きなダイソーさんにまた足を運んでみようかと思います。はい、で続きましてこちら、こちらよく質問をいただいたんですよ、私。これグリーンオーシャンさんのモールドなんですけれども、私以前自分でモールドを作りましたよ。自分のボタン、小さい時着てたボタンから型取って作りましたよっていうのに、これなんじゃないですかって言われたんですけど、私の方が動画先に出しているので、はい、それはないと思います。はい、で多分厚さとか大きさもこちらの方が小さいので、比較の動画も今後出そうと思います。この動画を撮影した後にちょっと撮影してみようかなって思います。でもかなり小さいです。私が持っているボタンでかたどったモールドとは、ここですね、はちょっと大きさが違いますね。あ、形も違うと思います。ちょっと今見てみましょうか。私が作ったのはこんな感じで、ボタン今度じゃあ実家から持ってきますね。本当にあのモールド自分で作られたんですかっていうご質問もいただいたので、はい、作りました。ただ証拠がわからないですもんね。よいしょ、こちらね、ここですよね。こう明らかにも入らないですよ、これ私のパーツ入らないので、これはとても小さいと思います。入らないです。しかも形違うと思います。やっぱこっちは本当になんか昭和のものって感じで、なんかなんていうのかな、柔らかい感じなんですね。こっちはなんか本当にこう角があるというか、まあ波型とは書いてあったんですけどね、こちらも全然入んないです。ほら、すっぽりはまらないので、はい、私が作ったモールドとこちらのモールドは別物になります。こちらは何から型取ったかはもちろん私はわからないので、はい、全然大きさ違います。はい、はい、入りません。ほら、全然入らないです。違うものです。しかもこんなになみなみしてないんですよね、私のパーツは。はい、でこちらは本当に私が作ったモールドの形です。でこちらはグリーンオーシャンさんのものです。はい、グリーンオーシャンさんの方のモールドの方が小さいです。入らないのでね、私のパーツ。はい、でちょっとご理解していただけたら幸いですね。はい、こちらは私が作ったモールドです。でこれはグリーンオーシャンさんのモールドです。はい、大きさはグリーンオーシャンさんのが小さいです。はい、買ったこちらで、ここで説明ができてよかった。そう、コメントに一つ書かれたんですよね、本当に自分で作ったのって。はい、私の自作のモールドです、こちらのパーツはですね。はい、画像を取り直しまして、こちらがマサルの手でしたっけ。さあ、どんな感じなんでしょうか。取り付け方は、これ差し込めばいいの。そう、ピンバイス怖くて開け方もわかんないんだけど、え、なにこれ、どうやって開ければいいの、皆さん教えて。え、痛い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 。バラバラになってしまいました。
こういうところがウサレジンって感じですね。え、太さどうなってるのこれ。こっちの方が太い。うわ、すごい細いものでありますね。え、ちょっとなんか何本かどっか行った。何が違う？これ多分一番ちっちゃいよね。そういえばね。で、え、これどっち？あ、こっち太いか。よいしょ。いつもはですね、こういうやつを使ってました。ダイソーさんとか、セリアさんとか、キャンドゥさんとかで売ってるピンバイスを使ってました。こちらですね。なんかバラバラになりそう。え、ピンバイスってどういうもの？本来こういうのって。え、ここなんかゆるゆるしてるんですけど、これあり？ちょっとプチパニック。と、1、2、3、4、1.5 のものちょっと刺して。え、これでいいの？なんだけど、どうしたらいいの？みんな教えて。説明書読む。落ち着いて。はい。え、こういうことよね。これ入れるじゃない？え、入れるんだよね。そうだよね。入れるじゃない？閉めました。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、何が違う？これは何？ここは何？え、使いたい鳥のサイズに合ったものを選んでね。あ、ここ？そういうこと。あ、わかった。じゃあ今太いのしか入ってないの。そういうわけじゃない。外せって。それすらもうか。ああ、はいはいはい。こういうことですね。あ。ここに4つ入ってて。ほうほう。え、どれだろう。こういうことね。多分この細いのはここよね。どれだろう。これかな。これをこうして、この太いのは今使わない。お、使わないから、ちょっと待って、これでいいのかな。なるほど。はい。で、この辺かな。この辺のを使うと、え、どこ行っちゃった。え、ちょっと待って。え、難しくない？あ、オッケーオッケー。うん、あの、ちょっと開けられるものあるかな。ちょっと、あ、開けてみます。ちょっとなんか開けてみますね。使いやすいのかな。え、ピンバイスってどうやって使うんですか？今さら。あ、でもなんか楽かな。え、開いてる。うっ、で、芯どっか行っちゃった。ちょっと待って、待って、待って、待って。待って。え、これ難しいです。私には使いこなせない。金で十分ってこと。私、ギュッと締めるでしょ。締めました。でも開いてないんだよね、穴が。え、まあ楽だけど開いてるわ。
こんな時間かかる。え、穴開かないんだけど。真剣です。開かない。ちょっとずつ開いていくタイプかな。こんなに開かないもん。こんな薄いんだけど。あ、またこれ入ってちょっと。これちょっと使うのやっぱり難しいですね。私が慣れていないもので、難しい。開かない。穴が開かないよ。こっちが入ってっちゃうんですよね。どんなにきつく締めてもこっちのビットが中に入ってっちゃうので難しいです。私にはちょっと使いこなせそうにないので。あ、いたいたいた、やっと開けましたね。こんな感じで穴の大きさは好きですね。これ1,2,3,4 番目のこれか、1,2,3,4 1.5 ミリ使いやすい、使いやすいじゃない、この使いやすいというか穴が綺麗、この大きさが好きですね。あの、はい、こちら、ここがねギュッと、ここがギュッと締まらないと、なのでちょっとあんまり力入れてやるものじゃないのかな。ピンバイスの勉強します。それからこちらは使わないとかな。もうずっとこの100均のでやってきたので、こちらこの2本ぐらい折ってます。力入れすぎて。ちょっとなのでこちらはちょっと練習しながら使っていこうと思います。ピンバイス、ちょっと楽しみにしていたんで使い方が悪かった。はい、じゃあね、マサルの開けて開けてってことか。難しい。私には練習しないと、ピンバイス練習する必要あるって思われちゃいますけど、結構難しいです。はい。電灯のいいんですけどね、なんか充電とかもしなきゃいけないし、めんどくさいので、なるべくこういう100均とかこういうのは、ここに置いとけるのですぐ。もうずっとこれでやってきましたね。ただ力を入れて穴開けるので、もうぐさってこうね、刺してしまうたりするのが怖いなって思ったので、これちゃんとしたの買おうと思ってたんですよね。なんかお店、手芸屋さんに行った時に2900円とか3000円くらいで売ってたんですよね。手芸屋さんで東海かな、に行ったんですけど、なのでちょっとその時は諦めました。ちょっともう高いなと思ったので。はい、では最後にこちらがおまけです。え、かわいい。おまけ今回1円のもの売り切れてて買えませんでした。よいしょ。え、ほら、かわいい。これわー、かわいい。え、かわいい。なんか最近キーホルダーにすごい作るのハマってて、アクセサリーもかわいいんですけど、なんかやっぱり自分に向いてるのはキーホルダーなんじゃないかなって最近思うようになってきて、アクセサリーも好きなんですけど、よく自分の作ったものを身につけたりもするんですけど、やっぱりキーホルダーが、なんか自分には向いてるのかなって思ってて、キーホルダーはよく作ってくださいって言われるんですね。あの肉球レジンのもそうだったんですけれども、はい、普段あんまり頼まれたものは動画にしないんですけれども、今回ちょっと可愛くできそうだなって思ったので、
はい、あのニックキュンのキーホルダーを動画に許可を得てさせていただきました。はい、では続きましてタカーネイルさんですね。こちら、クリアソフトとクリアハートとかタイガーアイ、なんかリニューアルされたのかな、それとも新しいのかな、ちょっとそれはわからないんですけど、あんま調べてなくてすみません。あのローズクォーツとかのシリーズだと思うんですね。なので新しいレジン液かな、これはもともと 500g で持っているものです。とても綺麗に仕上がる天然土のレジン液です。あ、こちらですね、天然土、天然土タイプ。はい、でなんかソフトレジンでなんか作ってくださいってあのご質問じゃない、コメント欄に書いてくださった方がいたので、クリアじゃない、ソフトレジンっていうのを、あの星の雫では肉球でちょっと試したことはあるんですけど、その肉球みたいに柔らかかったかっていうとそうではなくてハードグミのようになってしまったので、はい、あのプニプニ感は出せませんでしたね。なのでこちらのソフトレジン、タカラネイルさんのカーネリアンのソフトレジンで作れるかな、あとはなんか作れるかなって今考えてるんですけど、はい、あとはこちらはすごく綺麗なレジン液ですよっていう風におすすめをいただいたので、あと効果時間も1分なので匂い見てみます。効果時間1分って嬉しいですね。36ワットの UV プラス LED ライトプラスとってことプラス、はい、じゃあ匂い、もう全然もう匂わないですね。薄皮がね、薄皮パンじゃない薄皮がついてるタイプ、はい、薄皮がついてるタイプは、あ、ね、全然匂いないですね。少しあの、なんだろうな、ツンとする感じはあるんですけど、おーっていうのはないです。全然やっぱ最近のレジン全然匂わなくなりましたね。もうさすが皆さん改良で、もうレジン激戦区ですよね本当に。このタイガーアイクリアハート天然土なのかな、天然土なのかな、わかんないですけど、まあ、今日は試さないです。はい、今日は使いません。匂いは本当にないです。こっちも開けてみますね、カーネリアの方。差があるのかな、なんかわかんないですけど、私はあのケラッタとかも全然匂わないと思うんですけど、やっぱりね、人によってはすごく匂いがきつくてっていうコメントもいただいたので、個体差にもよるんだと思いますね、おそらく計算しているの。あ、こっち全然匂わないです。なんだろう、例えるならば、中学生とか小学生が、海苔使うじゃないですか。何の海苔だ、あれ。あの、水海苔、こうやって。あの海苔の、すごく、すごく
すごく薄いです。なので本当にレジンのような匂いではないですね。こっちはどちらかというと本当にいつも使ってるレジン液って感じです。ちょっと待って、免許止水書いてね。あ、免許止水も全然匂わなかった。はい。これは、やっぱり匂い改良されてますね。きっとどこのレジン液も臭くない。で、このこちらのローズクォーツも全然臭くないので、すごい優秀、拍手優秀ですね。やっぱり毎日使ったりとかしてるとやっぱり匂いに慣れてくることもあるんですけど、やっぱ慣れないこともあるので、開けるたんびにちょっと匂いがなーって思うと憂鬱になってしまうこともあるじゃないですか。なので、こう匂いがないものっていうのはすごくありがたいです。感謝感謝はい、ということで、後々はい、近々作ろうと思います。はい、続きましては、上がね、結構私机が小さいので、2割には椅子が大きくって、椅子が当たっちゃって画面が揺れてたらごめんなさい。こちらもタカラネイルさんのステッカーですね。こちらはほんとシャカシャカのものをパーツを作った時にこうペッと貼ったら、これだけでおしゃれかなって思って3種類ですね、購入してみました。あとはスマホの裏につけるこうもの、何でしたっけああいうのとか、スマホリングかを作ろうかなと思って3種類購入しました。シャカシャカカニさん作りたいですねカニが先から、カニと目が合ってます。ここにいるんですけど、カニはい、でこちらはチャームですね。そう、キーホルダーをたくさん作りたくて、これはこういうマットゴールドみたいな、マットゴールドですね、ラブと書いてある。3種類頼みましたね。このパールかわいい、パールはちょっとたくさん欲しいから、ほらかわいい、なんか入ってた、おしゃれかわいいな。これどうなってんの、大きいのとちっちゃいのかな。と髪の毛が入ってた、はい、とこちらは海だな、海モチーフ、貝殻がついてる。あんまりこういうの私好んでは買わないんですけれど、なんか今回目がこちらに行ったので購入してみました。貝ね、あんまりこうジャラジャラついてるのも好きじゃないんですけど、なんか目がいったんですよね。かわいいなって、英語が書かれてます。なんて書いてあるの、キラキラして見えないんだけど、読めません読めません。はい、こんな感じでキーホルダーチェーンを、チェーンなのかな、チャームね、チャーム、キーホルダーチャームを3つ買いました。こちらちょっとリピ買いかな。これかわいい。すごいパールもしっかりしてるので、これはリピしようと思います。で、チャームどんどん作っていきます。動画にするかどうかわかんないですけどね。まあ、ご要望があれば動画を作ろうとは思うんですけれども。空いた時間で頼まれたアクセサリーも作っていかなきゃいけないので、本当になかなか時間が取れなくて申し訳ないですね。まあでも動画をたくさん続けてあげてても、それはそれで皆さん嫌だろうし、こういうの毎日やっぱりアップしてみるものではないと思うので、私もそれには薄々気づいているので、
この間結構立て続けにバーって夜中撮影して、昼間ちょこちょこ編集して、夕方とか夜にアップってしてたら、そんなに急に上げなくてもいいんじゃないっていう声もいただいたので、まあそうなんですけどね、まあ、時間があったらなんか空いてる時間もったいないので、あとは夜ですね、みんな家族が寝た後にこう一人でねこう独り占めする時間っていうのがすごく背徳感があっていいなと思って、夜中撮影することがあったんですけど、やっぱり夜はちゃんと寝ようと思いました。はい、いつも素敵なコメントや高評価で応援してくださって本当に励みになっております。はい、ここまで来れたのも皆様のおかげの何者でもないです。本当に皆さんのおかげです。で、いつも心から感謝しております。はい。あ、じゃあラッキーから見ていきましょうか。ちょっと久しぶりにおしゃべりをしたので、ではこちらのカードでですね、ラッキーから見ていきましょう。ね、見ていきましょう。よろしくお願いします。めっちゃ切れますね。ギッチョなのかな、わかんないけど、皆さんどちらでカード切られる方いますか。私カードこっち左手、右手で持ってて、うん、どうなんだろう、こんな感じで。めっちゃ綺麗な色、シアンだ。シアンが出ました。自信を持つ。はい、本日のラッキーカラーはシアンです。もう今日お外すごく晴れているので、あ、ちなみに私今日はお休みをいただいております。はい、で先ほどコンビニに行って支払いしたりなのしてきました。はい、とても空が綺麗だったので、はい、こんなシアンのような美しい。自信を持って行動すると良いでしょう。ラッキーナンバーは35です。はい。それでは本日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。